毎年20万人が利用する人気口コミサイト就活会議、3分でできる自己分析ツールやプレゼントは下の概要欄の LINE 公式アカウントからぜひお願いします。こんにちは、就活会議のみくです。本日はですね、庄村さんと就活生の田中さんにお越しいただいて模擬面接を行っていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日面接官をお願いいたします。庄村さんから自己紹介を簡単にお願いしてもよろしいでしょうか。新卒で株式会社マイナビに入社させていただきまして、現在名古屋の IT のベンチャー企業で管理系の責任者と人事の責任者をさせていただいております、庄村大地と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では今回就活生としてちょっと模擬面接を行っていただきます。田中さん、自己紹介を簡単にお願いしてもよろしいでしょうか。明治大学商学部の田中智弘と申します。就活を今広告業界などを主に志望していて、 ES を出したり一次面接を受けたりしているところです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。では早速面接をお願いしてもよろしいでしょうか。じゃあ田中さん、気軽にできたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、わかりました。1つ目の質問なんですけど、田中さんが何かチームだったりとか仲間とかで成果を出されたご経験とかっていうのがもしあればちょっと教えていただければなと思うんですけど、いかがでしょうか。大学時代に3人のチームで明治大学の学生向けのウェブメディアを運営してきたことで、ツイッターのフォロワー6000人を超える、学内有数の規模に成長させたという結果を残したことになります。はい、ありがとうございます。田中さんの3人のチームの中での役割って何だったかってありますか。リーダーになります。自分が立ち上げて、そして後輩を2人今一緒にやっているところです。立ち上げられたきっかけって何かあったりされましたか。立ち上げたきっかけとしては、大学に一番最初に入った当初に大学からお知らせされる、例えばポータルサイトであったりとかシラバスっていうのを見たときに、ものすごく授業の情報とかサークルの情報っていうのが十分に配信されてないなっていうところを感じて、で自分だけがなんか大学生活に取り残されてしまったような、すごい孤独感というか情報の足りなさみたいなのを感じたところがあって、でそれをきっかけで始めました。この後輩の2人っていうのはどのタイミングで参画されたんですか。まずは田中さんが1人でやられてたんですか。そうですね、今立ち上げて2年になるんですけど、最初の1年間は1人でやって、で1年が経った頃から後輩2人を採用しました。なるほどなるほど。採用の基準とかってあったりされたんですか。面接ということではないんですけど、Zoom でお話をして、基準としては3つ主にあって、能力、論理的な思考力っていうのと、あとはやりたいことと合ってるか、志望動機っていう部分と、あとは最後の普段の人柄みたいなところ、この3つを基準にしてました。ありがとうございます。田中さん自身がその3つの中で大事にされてる項目ってあったりされますか。一番大事にしているのは志望動機になります。でこれは理由としては、自分が伸ばすことができない部分だと、変えることができない部分だと思っていて、論理的な思考力とかっていうのはトレーニングというか、教師ある程度その教えて、考え方を教えて構造化するとか、結論を最初に述べるとか、そういうことっていうのは何回も教えれば伸ばすことができるし、あと人格っていう面も、伸ばすっていうのはちょっと傲慢なんですけど、もともとの良さとかその人だけにしかない側面みたいなのがあって、でそこを自分はもともとあるものなの で志望動機の部分っていうのが多分一番大事で、自分のやってるウェブメディアの存在意義とか、その理念っていうところに共感してもらえるか、ちゃんと意義を持って一緒に働いてくれるかっていうところは、やっぱり自分でどうこうすることができないところだったので、そこを一番大事にしていました。ありがとうございます。この6000人っていう成果、結構僕の中で大きい成果だなと思うんですけど、この中でなんかすごくこれをやったから良かったみたいなところを教えていただければなと思うんですけど、いかがでしょうか。一番効果があったのは、大学の新刊の期間に僕自身がサークルの新刊のブースがオフラインでキャンパスにあるんですけど、それを一つ一つ回っていって、で自分のそのウェブメディアをスマホで見せて、自分こういうものをやってるものなんですけどっていうふうに営業をかけました。で何をしたかというと、そのお互いにツイッターで自分の団体を紹介するツイートをリツイートし合いませんかっていうことを協力してやっていきました。それするとやっぱ2週間ぐらいでフォロワーが一気に500人とか一気に増えたっていうところで、すごい効果のある施策だったなというふうに思います。ツイッター6000人っていうのはゴールだったのか、今通過点なのかで言いますと、今この田中さんの活動の中で最終目標みたいなのってあったりされますか。最終目標としては、ツイッターのフォロワーで言うと、4年生の卒業時点で1万2000人から1万3000人ぐらいになるっていうのが目標になると思います。ありがとうございます。これはまた後輩に託していくみたいなイメージですか。そうですね、後輩に託していけたらいいなと思って今動いています。
ありがとうございます。ツイッターのこのメディア運営っていうところで失敗談みたいなところをちょっと教えていただければなと思うんですけど、いかがですか？あ、失敗談としては、まあ後輩を2人1年経ってから採用して、でその2人に自分のイメージしている通りに発信をしてもらうっていうところがすごく苦労しているというか、今も苦労しているところになるんですけど、そこに挫折というかすごく難しかったところがありました。今この苦労もされてて、もっとどんどん良くしていければなという思いがあるかなと思うんですけど、具体的にどういうふうに自分の思いとか方向性とかビジョンをなんか伝えていく努力ってされてます？ LINE グループがあるんですけど、そこでノートを作って、まあ、結論、そのツイッターのツイートにしても結論を最初の1文目に載せないと読んでもらえないし、リーチが下がるっていうことが今までの僕の経験で分かっていたので、まあ、結論を最初に書くっていうこと、あとは、まあ、構造化して文章を書くっていうことで、かぶりがあって重複するような文章っていうのを書いてしまうと、ツイッターは140字しかないので、メッセージが届かない上に文字数も削られるっていうことになるので、その構造化して文章を書いていくっていうところだったりとか、あとはその大学生のどの欲求に訴えるのかっていうところで、まあ、食事に対する欲求なのか、コミュニティとか何かに所属しているところに対する欲求なのか、それともインターンをしたりとかアルバイトがしたいっていうような欲求なのか、何に対する欲求なのか、なんか何かと被ってしまう欲求が被ってる状態のコンテンツを出しても中途半端にしかぶつからないので、何年生にぶつかって、まあ、男性なのか女性なのかどっちにぶつかってみたいなところを常にその自分で教えるだけじゃなくて、君はどう思ってるか、どの層に向けてアプローチしようと思ってるコンテンツ今考えてるのかっていうのを何回も聞いて、でそこでイメージができてることが自分にも伝わったら、まあ、それでゴーサインを出すっていうような感じで、そこはすごい工夫しています。ありがとうございます。以上とさせていただければなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではお二方お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。では庄村さんの方から結果発表お願いしてもよろしいでしょうか？田中さんの模擬面接は合格でお願いします。ありがとうございます。ではそのままフィードバックもお願いしてもよろしいでしょうか？すごく聞き手側として田中さんの思いとか考え方っていうのが伝わったかなと思いまして、後輩2人と一緒にプロジェクトをマネジメントしてるっていうところだったりとか、もっとこういう思いでツイートしてほしいとかっていう風なのを後輩に思ってるだったりとか、そもそも大学入った時に関した課題に対してツイッターを開始したんだっていう思いがすごく伝わる内容だったかなと思ったので、聞き手側としては向上心があったりとか、この人に任せて何でもできそうだなっていう印象はすごく受けたので、すごく良かったなと思いました。ありがとうございます。では一方でもっとこういったところを改善したらより良くなるんじゃないかっていうポイントがあればお伺いしてもよろしいですか？ツイッター6000人って聞いたときに、これが僕の中ではどこを目標にした6000人だったのかっていうのがちょっとわからない部分があったので、田中さんが自信持ってやってるこのプロジェクトっていうのがなんか最終どこまで持っていって後輩にバトンパスするみたいなところがなんか具体的にあるとさらに良かったかなというふうに思います。ありがとうございます。その最初にやってきたことを教えてくださいっていうときに、こういう目標を掲げてここまで今できていてこうしたいですみたいなのがあるとなお良かったっていう感じですよね。そうですね、もちろんヒアリングベースで深掘りしていく中で多分出てくることかなとは面接では思うんですけど、ただなんかその自信持ってやってるプロジェクトであればなんか全然そこまで言っちゃって僕だったらいいのかなというふうに思います。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。では田中さんどうでしたか？自分の中では何点でした？80点です。まあ、準備していたことが言えたっていうことは良かったポイントで、あと質問に答えていたこと、あとはその庄村さんがチームでやったことは何ですかっていうふうにお聞きしてきていたので、多分結果の凄さじゃなくてチームで強調できたこととか思いの部分を強調した方がいいんだなっていうのをちょっと合わせられたかなと思います。で、良くなかった20点のポイントは、まあ、なんか後半になるにつれてなんか自分の喋りたいことが出てきてしまって苦点がだらだら続いちゃって結論ファーストじゃなかったなっていう部分があったので、そこでそういえば何言ってたんだっけって思われてなかったかなっていう部分があったので、そこをもうちょっと改善したいなと思いました。ありがとうございます。ちなみに以前私が逆に面接官としてお話聞いてたかと思うんですけど、話の内容とかも全然異なる部分が多かったかなと思うんですけれども、ご自身でこう心境の変化とかもありました？そうですね、心境の変化は前回のその面接でお聞きされた過去の部分と今やってることがどうつながってて、モチベーションがどうつながってるのかみたいな、結構甘さを指摘されたので、一貫性のある部分だけを喋るように
するようにちょっと直せたのかなと思います。なるほど、ありがとうございます。庄村さんにお伺いしたいんですけれども、就活生の方って多分エピソードを皆様いろいろ多分持たれてると思っていて、やっぱり志望業界とか志望職種に対して当てはまるものをエピソードとして面接の時に出した方がいいんでしょうか。今回田中さんとかだとなんか広告業界も志望されてっていうところで、ツイッターとか SNS の運営っていうのはまさにつながるご経験かなとは思うので、人事のものとしてはすごく働いてるイメージは湧きやすいかなと思います。ただ自分自身の経験っていう中で自信を持った行動ができてたのかとか、プロセスの中で自分はどういう役割だったのかっていうのをきちんと伝えれる内容じゃないとそもそも意味はないのかなと思うので、本質的にはまあどんな内容でもいいかなと思うんですけど、業界に近しい方のがまあ田中さんが実際にその広告で働いてるイメージとかはすごくつきやすいのかなっていうふうには思います。ただそこに田中さんもおっしゃってたように一貫性がない内容だったりとか頑張りだったりすると、やっぱそもそもそれ喋らない方がいいんじゃないとかっていうふうなのは正直あるかなっていうふうには思います。ありがとうございます。モチベーションの源泉はみたいな質問ってよくあると思うんですけど、僕としてはなんかその選択肢の不平等とか情報の不足に対する不満とか怒りみたいなのが、なんで自分だけないんだ、なんで自分だけ置いていかれるんだみたいなのに対するモチベーションだったので、どういうふうに伝わってましたか。正直そうなんだぐらいの感じでしたね、実的には。それが例えば企業目線で言うとすごく大事なモチベーションのあり方かって言われると、まあ業界によってまあ違うのかなと思っておりまして、やっぱりどこまででも企業っていうのは顧客目線でなんか働いてもらえる人が一番すごくいいなと思っていて、やっぱりその顧客の課題だったりとかっていうのを汲み取った中でその解決していけるところに対して熱量とか情熱を持ってなんかそのパフォーマンスしてもらえる人の方がいいかなと思うので、これがなんか例えば自分に向きすぎるとか、なんかそういうのだと結構この人自分のことしか考えてないのかなとか、逆にこの課題に対して顧客とか他の他社への視線ってどうなのかなみたいなところはちょっとあった方がいいかなというふうには思います。わかりました。じゃあやっぱ相手目線で、まあ、論理的に考えて課題に対して施策を打てるっていうところを強調していけばより、個人的にはそっちの方がいいかなと思います。三方よしみたいな考え方とかあったりするんですけど、やっぱりその企業がいてお客さんがいて自分がいてお互いに利益が生まれるみたいなところを伝えれるとすごくいいのかなというふうには思います。わかりました、ありがとうございます。はい、ということで本日は庄村さんと田中さんに模擬面接を行っていただきまして、実際にフィードバックもいろいろとお伺いしてきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらの動画が参考になった方はぜひチャンネル登録と高評価ボタンも合わせてお願いいたします。ぜひまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。就活会議の LINE アカウントに登録して3分間で自己分析にチャレンジ、自分の性格、向いてる職種、選考対策をぜひチェックしてみてください。プレゼントも定期的に配信しています。ご視聴いただきありがとうございました。